3月の第5回ワールド・ベースボール・クラシック WBC に出場するエンゼルスの大谷翔平投手が28日日本時間3月1日米国を離れたことを自身のインスタグラムで報告した当番後アリゾナ州フェニックスのスカイ・ハーバー国際空港に移動しチャーター機に乗り込んだ飛行機の機体にはビスタジェットと書かれておりプライベートジェットと見られるこの日 〈大谷はプライベートジェットと日本の国旗の絵文字を添えるとともに5枚の写真を投稿〉〈白のブルゾンに黒のパンツ黒のスニーカー黒のキャップを合わせたカジュアルな装いで登場すると日本へと向かうチャーター機に乗り込む写真や航空機が離陸する動画も合わせて投稿した2時間で15万件を超える「いいね」がついた〉 日米で活躍した元日本代表で独立リーグの栃木でプレーする川崎宗則選手から「チェスト!」とのメッセージが送られたほか WBC での活躍を願う日本の野球ファンからは「かっこいい日本でお待ちしてます」。わあお帰りなさい気をつけて帰ってきてね WBC が楽しみですお気をつけて日本でみんな待ってます名古屋で待ってますよ侍ジャパンが。 日本が「あなたを待ってます」などと帰国を待ちわびるコメントが寄せられたまた他にも「パイロットさん安全でお願いしますね」「機長」「十分気をつけて操縦してください」と安全運航を願う声も相次いだファンは帰国を心待ちにしている大谷はこの日オープン戦のアスレチックス戦に先発登板同学年の藤浪晋太郎投手と投げ合い3回途中無安打無失点 2脱三振の好投を見せた WBC 本番前最初で最後の実戦登板を万全の形で終了この日は投手の調整に専念するため打席には立たなかったが打者としても前日までにオープン戦に2試合に出場2戦連続安打を放つなど5打数2安打と投打で順調な調整を続けてきた初出場の WBC に向け今日まで体調よくしっかり侍ジャパンに合流できそうなので それが一ついいいい報告じゃないかなかと思いますここまで順調に来てるというのが自分自身にとって一番自信になるんじゃないかなと思いますとこの日の試合後にはとてごたえを口にしていた大谷は日本に帰国後名古屋で3月3日4日に開催される中日戦バンテリンドームから合流する見込みとなっている二刀流スター大谷の到着で WBC はますます盛り上がりを見せそうだ